今日は新作のコスメを中心に使いながら出かける準備をしていきたいと思います。だって今素で出たポーズがダサすぎてびっくりしたんですけど、何これ初めてやったよ。保湿からしていきたいと思います。ビオデルマイドラビオエッセンスローションのこの化粧水、もう残りこれだけなんですけど、最近ほんとずっとこれですね。乾燥する季節になってきたので保湿大事ですね。100円玉ぐらい取ったら3セットは必ずつける。こうやってハンドプレスするようにしてます。なんかこのね、すっきりした香りもこの化粧水好きでいいんですね。しっかり保湿します。ついでにこの首のとこからリンパで老廃物を流すイメージでマッサージなんてしちゃったりして、保湿クリームアンブリオリスのモイスチャークリーム、これももう本当に私大学生ぐらいから使ってるから10年以上使ってますかね。保湿力がちょうどいいんですよね。ベタつかないから、この後の下地とかファンデがちょうどよく密着するというか、でもあんまり塗りすぎるとよれる原因になるので、軽くこう触った時に手にお肌がこう密着するぐらい、もちっと密着するぐらいまで保湿します。見てください、この今着ているトップス。こちらはノスタルジアさんと私のコラボ服です。コラボ服第2弾の中のフリルブラウスを着用してます。こちらはブラックで、この袖の部分とかもすごく可愛くて、なんかこういうデニムブラウスって生地がパリパリしすぎていて、なんだろう、こう着ててあーみたいになってくるものが多い中、これはね、なんかすごく生地が柔らかいので着心地がいいし、何より可愛いっていう。ちょっと後ろも可愛いのでお見せしちゃいます。こんな感じで、はい、こういうアイテムって季節問わず使えるから可愛いですよね。こうやってなんかフリルだから、この裏面が見えたりするんですけど、それが私は逆にポイントになって可愛いなと思ってます。今回使っていく下地こちらです。これエトボスのクリスマスコフレの第1弾に入っているものなんですけど、アイパレットとリップと下地があって、この下地最近すごく気に入っていて、これ毎日使いしてるんですけど、これ使っていきます。エトボスのミネラルトリートメントベース SPF31 の PA3 プラスなんですけど、いつもあるあの既存のカラーがちょっとシャンパンベージュっぽいカラーなんですけど、ピンクパールっぽい感じの下地になってて、伸びが良いし、なんかこうね、急いでる時でもスーッと肌に伸ばすことができて、でトーンアップを自然にさせてくれるのですごい好きです。このなんかもっちりお肌に伸びる感じのテクスチャーがいい。これはまあ限定色なんですけど、コフレに入ってる既存のカラーもいいんじゃないかなって。これ見て、これシミに見えるじゃないですか。でシミなのかなと思って、一回美容クリニックに取りに行こうかなと思って相談したんですよ、カウンセリング。そしたらまさかのあざって言われて、え、あざだったのこれと思って、私ずっとシミだと思ってたの。でも小学生ぐらいからあるから、まさかの、ね、診断結果あざで、後から出てきたシミと違ってレーザーで飛ばしても取れないかもって言われて、でなんかシミだったらなんかちょっと嫌だなと思ってたんですけど、あざって言われたら勲章っぽくてかっこいいんですけどと思って残すことにしたっていうね、最近の選択。こんぐらいだったらコンシーラーで隠れるし、まあ、ちょっと今日ライティング的にいつもより目立つけど、まあそんなに気にならんからいいやと思って、なんかね、美容とか自分の外見の気になる部分って、まあ、自分の考え方次第だなと思いますよね。そうで、こんな感じで、クリスマスコフレになってるんですけど、ごめんなさい、ちょっとリップ使っててお出かけ中です。普通美容系 YouTuber は丁寧にこういうのを、レビューするんですけど、ちょっと私はリップお出かけしてるのでごめんなさいはい、下地でお花が整ったので、ファンデで整えていきます。今日はこのエトボスのミネラルグロースキンクッション、ナチュラル使っていきます。このクッションは本当に前々から好きで使ってるんですけど、あんまり塗りたくるっていうよりかは、ちょっとつけすぎちゃったかな、このお肌の中心に伸ばして、その残りで顔の周りに薄くつけるぐらいのイメージで私は塗ってます。でもこの自然に顔が明るくなって、でマスクつけても大胆によれるみたいなことはなくて、でやっぱりエトボスってそのミネラルコスメなので、こうファンデを塗っていても肌が息してる感じがして、私はすごく好きです。
なんかあんまりしっかりしたこうカバー力があるものっていうよりかはこう肌が喜ぶようなコスメが好きなんですね。とこの鼻の周りとかもカバーする感じ見ててください。結構こう自然にカバーされる感じがしてすごい綺麗なお肌にしてくれます。うん、いいよこのファンデコスメデコルテの11番ルミナリーアイボリーっていうカラーだったの初めて知ったかも。このコスデコのパウダー本当にいいです。すごい私お粉はずっとローラルメルシエのを使っててそれも大好きなんですけど、それ以外でここまでいいパウダーは久しぶりに出会いました。こんな感じで軽くのせます。とにかくお肌がきめ細かくて、肌綺麗な人っていうように見せてくれるんですよ。このパウダー本当にパウダー難民の方ぜひ使ってほしいって感じです。そしてアイシャドウこちら使っていきます。じゃーん、エトボスのミネラルクラッシーシャドウスターダストボヤージュというアイシャドウになるんですけど、エトボスのホリデーコレクションのシャドウになります。見てこの色味、オレンジがベースとなっていてすっごく素敵なカラーです。はい、色味こんな感じです。私イエローベースのスプリングなので、もうこういうオレンジベースの温かみのあるベージュ本当に大好きなんですけど、もう繊細なパールの感じがキラッとほのかに輝いて冬っぽいいい目元を演出してくれるなという感じですね。そんなわけでこちらのベージュをまずはアイホールになじませていこうと思います。綺麗にのりますな。このエトボスのミネラルクラッシーシャドウもともと好きで結構いろんなカラー使ってますけど、粉が柔らかいのが特徴的というか、アイホールに入れて下まぶた、続いてこちらのベージュカラーを自然に目を大きくしてくれる感じだな。してここの締め色をまぶた3分の1にも入れます。なんかこうクリスマスコフレって攻めたカラーとかが多い気がしていて、結構私色によっては本当に顔がなんか目が腫れぽったく見えてしまうような顔の作りなので、だからこうやって自然に使いやすい色味のコフレ出してくれるとありがたいあ、私でも使えるみたいな感じ、自然な陰影が生まれてますね。このオレンジちょっとブラシにとってこの真ん中あたりから入れようかな。え、かわいいこのオレンジ、うわかわいい、オレンジが入ると一気に印象変わる、かわいいで最後もう一回このゴールドちゃんでこのオレンジとの境目をちょっと鳴らしてあげようと思います。あ、かわいい、ビフォー、アフターかわいいぞ。あ、そうだった、私あのね、物を褒める時の語彙力かわいいしかないってことに最近気づいて、最近ちょっと増やすね物を褒める時のバリエーション増やしますね。はい、同じようにこちら側もメイクしていきます。オレンジはオレンジでもちょっと柿色っぽい感じだから一気に目元が秋っぽくなってかわいいんだわ。オレンジ系シャドウだけど目元がちゃんと印象的になる。アイライナーは、ラブライナーのこれはブラウンでしょうか、 DBR ダークブラウンか。今日は目の先端から端までちょっと長めにしてみましょうかね。お、マスカラもブラウン使っていきます。キャンメイクのクイックラッシュカラーのブラウンですね。キャンメイクのマスカラすごと思って、私すごく涙の量が多くて、もうね、本当にマスカラをにじませる達人なんですね。なんだけれども、このマスカラ、もうね、泣き笑いしても全然びくともせない。
なんか気持ち悪い笑い方一人でしちゃった。コームタイプでこうまつげ一本一本を綺麗にキャッチしながら、一本一本ね濃く際立たせてくれて好きです。これしっかりとつきすぎてちょっと落としにくいので、ポイントメイクリムーバーでやるのがいいかなとこの前思いました。で私はまつげパーマをしているのでビューラーなしでそのままいっちゃいます。そう、あとまつげのコームがすごく細くてちっちゃいので塗りやすいんですよ。結構海外のブランドのマスカラとかって本当にブラシが大きくて、私のつぶらな瞳だとちょっとね、トゥーマッチすぎて本当、いやそんなブラシで塗れるかいって感じなんですけど、これは本当にスイスイ塗れる。こう現場でメイクしていただいててもアイシャドウとか、まあ、その他のカラーのアイテムとかはデパコスとか結構韓国コスメでしていただくことが多いなって最近思うんですけど、そんなヘアメイクさんでもやっぱマスカラだけは結構プチプラのものを使ってるっていう方が多いから、やっぱりプチプラのマスカラってすごく優秀なものが多いんだなと思いますよね。ちょっとアイラインをなじませるためにもう一回この締め色を重ねます。液がベッてついたのをコームで溶かします。アイメイクこんな感じです。シャドウが美しい。眉毛に入ります。眉毛トゥーフェイスドのこのこれが描きやすいんですわソフトブラウンっていうカラーですね。最近眉毛を染めたので、いやなんでこういう人間ってふとした瞬間にめちゃくちゃ気持ち悪い声出るんだろう。いや人間って今すごい勝手に皆さんのこともまとめちゃったんですけど、私はなんか本当に気持ち悪い声が出てしまうんですよね。眉尻目がけて、この前実家に帰った時にこう眉毛のシェーバーの電気シェーバーがあって、うわこれ良さそうと思って使ってみたらすごい勢いよくこの辺眉毛剃り落としちゃって、ああもうねうっかりマロ、うっかりマロなのよ。でも江戸時代とかってあのマロの眉毛が美しいとされてたってことなのかな。まあ、そんな感じで眉毛を染めたのでペンシルで描く時点でちょっとしっかりめに描いてあげてます。このですねトゥーフェイスドのあの眉のペンシルがちょっとこの刀みたいな斜めっている感じのねあのペンシルになってるので、すごくこうカーブに沿って描きやすくて重宝してます。トゥーフェイスドってすごいカラー系のアイテムが充実してるイメージですけど、アイブロウペンシルみたいな地味な地味なコスメもう実はめっちゃ使えるという。続いて眉毛の仕上げ、ブローパウダーブロンド、これビリオンダラーブローズっていういつも私が通っている眉毛のワックス脱毛のサロンビジーノプラスってとこの、とこでゲットしているもので、ブラシもビジーノプラスさんでゲットしているものです。ブラシはウトワっていうところのなんですけど、そのこのアイブロウのものからペンシルで描いたところにパウダーでさらに隙間を埋めていくというか、ネットでも買える商品なのか調べて、もしあったら概要欄に貼っておこうと思います。このねパウダーとブラシを手にしてから私の眉人生は変わった。今度はちょっとこのアイシャドウっぽいブラシなんですけど、それでこの眉頭らへんも本当にふわっとお粉をのせるようぐらいの気持ちで、そして眉毛色付けていきたいと思います。セルボークのインディケイトアイブロウマスカラの C01 っていうカラーなのでしょうか。このカラーがですねすごくおしゃれ眉毛に仕上げてくれて、私眉毛染めてるので別にマスカラしなくてもいいんですけど、こうのせるとちょっとこう眉毛の毛質がパリッとして、なんだろう、こう毛がちょっとツヤっぽくなってるとなんかこうおしゃれな印象になる気がして、なんかそのねおしゃれ演出のために私は眉マスカラを
使ってます。あ、でも結構色やっぱり乗りますねチークもトゥーフェイスと使っていきます。ラブフラッシュロングラスティング16時間ブラッシュベイビーラブ 16H16 hours 多分、はい、16時間続くよチークですね。これすごくこの彫刻が可愛すぎて、うさぎさん、これをブラシに軽く取って、ちょっとここで調節して、最近はですねここに丸く入れることにハマっていて、よっ、こんな感じで、うん、ちょっとなんかまあ可愛らしい印象になるのかな、気持ちいいという感じですね。こんな感じで軽く入れます。こちらもエトボスさんの新作の限定色ミネラルアイバームのホワイトスパークル、こちらを使っていきたいと思います。はい、こんな感じでしっとりとしたテクスチャーのバームタイプのシャドウになっていて、もうしっとりしていて、ほんとなんか雪景色みたいなほのかなツヤときらめきですね。でこのエトボスのミネラルアイバーム、あのほんと目元とかどこでも使っていいよっていう多分ものなんですけど、私結構本当にその目周りがよれやすいので、こういうタイプをですねハイライトとして使うのが好きなので、ハイライトとしてのせますね。でこの鼻のそしてこの辺にものせます。ここにのせるとツヤ肌に見えて好きです。うん、ちょっと鼻の頭にものせちゃう。で唇の山にも、お、今すごい唇ここにのせただけで一気に立体的に見えますね唇が。これすごく綺麗に入る嬉しい、こういうコスメ見つけると本当に嬉しくなっちゃうんですけど、これはまあいつもの儀式なんですけど、ベアミネラルのインビジブルブロンズのミディアムで、シェーディングなどなど眉毛からちょっとつなげるぐらいで、大きなブラシにとって、このブラシはいつぞやかのシャネルのコフレかな。はい、はい、締めのリップも、トゥーフェイスドの新作のものなのですが、パワープランピングリキッドリップスティックのラージインチャージというカラー使っていきます。これリキッドタイプの、おー、発色がいいこと、結構しっかりと唇に乗る予感なので、ちょっとぼかす感じで使ってみようかな。待って、ちょっと血色感のある赤にブラウン味を入れた感じの、すごい唇にぴったり密着する。これ絶対マスクで落ちにくいと思う。いい色ですねいい色、こんな感じの色になりました。はい、そんな感じで髪をセットしていくんですけど、お、髪もいい色だな。そうなんです、最近前髪を私作りましたので、ちょっとセットしていきますね。今何もしてない状態、朝起きて髪だけ溶かした状態が今こんな感じなんですけど、寝癖もついてないので、いつもはですねこのアイセカンドローションという夜にも使ってる液体状のこのトリートメントで軽くこの前髪を濡らして、毛流れをこのリファなんですけど、ドライヤーこんな感じで整えて、でこちらマジックカーラー、はい、これで前髪を根元からこんな感じでやって、これもまたちょっとだけドライヤー当てます。ドライヤーを当てて、その後私は何かしらしながら5分ぐらい放置します。コテもリファの 32mm で160度ぐらいでやっていきます。この毛先中心にランダムに内巻きと外巻きを入れていくイメージで、まあ、長さは変わったんですが巻き方はそんなには変わっていない
でね、最近おすすめのアプリがあるんですけど、皆さんボイシーってご存知ですか？あのですね、ラジオのアプリみたいな感じなんですけど、いわゆるラジオと何が違うかっていうと、パーソナリティさんがそれぞれチャンネルを持っていて、まあ、YouTube みたいに、そのまあ、私もそのボイシーのパーソナリティやらせていただいてるんですけど、まあ、石井亜美のボイシーのチャンネルみたいな感じで、その人のラジオが聞けるアプリなんですよ。本当にね、まあ、YouTube でこうお話ししてるみたいに、なんか YouTube よりもっとラフに聞ける感じの、声のブログみたいな感じの、ラジオアプリで、結構ボイシーでも更新しているので、ぜひアプリをダウンロードして、聞いていただけると嬉しいなと思います。なんかそういうのはですね、インスタとかで随時お知らせしてるんですけど、はい、そんな感じで着々と毛先が内外内外負けていっております。はい、こんな感じで毛先が負けました。反対側も同じようにやっていきます。はい、全体負けたので前髪取ります。前髪取ったら、あとはバランスを見ながら、この顔周りも、顔周りはちょっとこの中間から巻いて、そのままコテを外側に向かって滑らしてっていう感じ でこうやって中心掴んで外に向かってヒューン、毛流れを作っていきます。最近皆さんネットフリックスで何見てますか？噂のイカゲーム見始めたんですけど、もう1話から怖っと思って、怖いのになぜか2話を自然に再生してしまうという、あの中毒性は何なんでしょうか。そう、でもイカゲームが、あの、なんだろう、超ハッピー系ではないから、イカゲーム見て、その溜まったなんかうわーっていう気持ちをヒロアカ見て浄化してる。だからイカゲーム見て、最近ヒロアカ見てを繰り返してます。ヒロアカもちょっと前髪やります。前髪はもう本当にコテの温度を軽くこう熱を伝えるぐらいの気持ちで、全然私は時間を置かずにやってます。そう、ヒロアカ見始めたらもう私1話から大号泣しちゃって、もうあの主人公のイズクと、もうね、自分を重ねて本当に感動した。私も本当にずっとイズクと同じような気持ちでモデルになりたいって思ってたから、もうその時のね、自分を本当に思い出してめちゃくちゃ泣けてしまうんですよね。で、まあ呪術廻戦にハマっている話を YouTube でもしてたと思うんですけど、まあ、今アニメの方が止まってるから、ね、12月公開になる映画を楽しみにしながら生きてるわけなんですけど、そのね、呪術熱が落ち着いているこのね、合間でヒロアカにハマってますよ。オイル、もうダビネスのオーセンティックオイルが本当にいいんですけど、なんかこうサスティナブルな取り組みもしている上に、自然なね、このね、ツヤ感を生み出してくれる感じもすごく好きで、こんな感じでダビネスさんも全体になじませてます。1円玉よりちょっとちっちゃいぐらいのオイルを出して、こうやってなじませてますね。で、前髪はこうやってちょっと上に上げて、前髪の裏側にオイルをつけるようにすると、前髪がちょっとこう立体的な感じのままキープされて、自然な束感が生まれる。これは現場のね、ヘアメイクさんの術をめちゃくちゃ見ながら盗みました。大体みんなこうやって上にこうやって上げてつけるんですよね。こんな感じです。はい、そんな感じで前髪カットして、全体もね、7センチ最近切ったんですけど、髪を変えてからの初めてのメイク動画となりました。ちなみに本日のアクセサリー紹介、耳はですね、アンブッシュのこんな感じの南京錠みたいなピアスをしてます。こちら側はゴールドのハートでシルバーの金具なんですけど、こっちはシルバーのハートにゴールドの金具っていう、これ1個ずつ別売りなんですけど、どうしてもこう2個つけたくて最近2個買いしてしまいました。そしてリングをつけたのですが、こちら側はクリスチャンディオールの3連のリングだったんですけど、1本なくしたという2連のリングになったこちらをつけております。で、こちらは
カーブーツという代官山のお気に入りのヴィンテージショップで購入したヴィンテージのエルメスのリングです。はい、そんなわけで久しぶりのメイク動画楽しんでいただいたという方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。バイバーイ。